ジョセフ・クローホールはイギリスの画家である。フランスで起こった美術の近代化の流れを受けて、グラスゴーに集まったグラスゴー・ボーイズと呼ばれる若い画家の一人である。動物画を多く描いた。イングランド北部、ノーサンバーランドのモーペスに生まれた。同名の祖父はロープ製造会社を経営し、父親のジョセフも祖父の仕事を継ぐ一方、アマチュア水彩画家で著述家としても活動した。 画家のクローホールは、ジョセフ・クローホール3世とも呼ばれる。キングス・カレッジ・ロンドンで学んだ後、パリに留学し、アカデミック美術の画家、エメモローに学んだ。1880年代と1890年代は、グラスゴー・ボーイズの中で活動した。クローホールは、印象派に強く影響された。印象派の画家たちが、規制の美術界に受け入れられなかったように、クローホールの作品も、 王立スコットランド美術院には受け入れられなかった。1880年代にモロッコ、スペインを旅した時から明るい色彩の水彩画を好むようになった。ロンドンで没した。気に入らない作品を廃棄することで知られており、残された作品は少ない。クローホールの作品はグラスゴーのケルビングローブアートギャラリー美術館で見ることができる。ありがとうございます。